戦に負けはない。雨かける。この一戦に勝利し、豊臣の世を守り抜く。敵の先鋒を迎え撃て、押し負けるな。直政、俺はお前に勝つ。しまった、ついにこの時が来たか。それが徳川の最善となるな。お前も石田三成が死ん、柴左近これにあり。上がれ上がれ。火炎を射殺し、黒田隊、鉄砲隊、共に前進せよ。狙うは敵本陣への障壁、柴左近。本気で来てんな、三成。まだ勝負はついてねえ。待ってやがれ。立花の敵ではなかった。よし、鉄砲隊前進だ。この勢いで関ヶ原中央を抑える。やられちまいました。少し引かせてください。開門。承知じゃ。まずい、左近がいなくちゃ本陣が丸裸だ。開門。いつまでも我らの野心策を取っている。安は土の下よ。叔父、配られた札が悪くてもこの博打、島津の力で勝ちましょう。ガキも言うようになった。小早川秀明はやはり動かない。監視していた方が良さそうだ。左近には世話になった。奴不在の穴は埋めてやらねば。左近を引き、北の敵戦線は手薄になった。一気に本陣に迫り、決着をつける。敵は承知じゃ。北より我が本陣を狙っている。全軍北に展開せよ。よし、北の敵を打ち破って逆に東軍本陣に乗り込んでやる。始末の鉄砲隊が邪魔よ。中央に兵を送り排除せよ。中央は譲れない。鉄砲隊と共に東軍を押し返す。やるな、我らも続け。行くぞ。狙いは三成の首ただ一つ。承知じゃ。天を行く竜を阻めるものか。鬼島津の軍勢は強い。見たか、これが島津の力だ。任せよ。
の目論み通り、西軍は北に集中した。今こそ反撃の時、砲術を放て。時は来た。内通者と共に南より進軍する。目標、大谷義次。みんな落ち着け。人面獣神の裏切り者どもは俺が食い止める。やるな直政、早く北の敵を振り切って義次を助けなきゃ。俺はただでは死なん。一人でも多く地獄へ道連れにする。たがえた道、このように交わるとは。義次、お前はよく戦った。だがこれまでだ。義次が撃たれた。義次！我らは約定通り撤退する。家康様、毛利のこと何とぞよしなに。三成も哀れよ。これほど裏切り者がいようとはな。大谷義次、敵ながら見事な最後よ。高虎、秀明、義次のいた陣から北へ攻めよ。は、三成の至急、必ず上げてみせます。開門。私も高虎の相手をしよう。さて、大博打を打ちますか。島佐子、家康公の見印頂戴に推薦。開門。いつの間に誰か左近を止めよう。このご安心。承知じゃ。承知じゃ。陣あれ、左近の相手は忠勝が務めまする。この戦果も叔父上が動いたからこそだ。やはり島津には叔父上が必要。俺も前線に出る。敵は西軍奮戦の要、島津。開門。来るか直政。待たせたな徳川のため。お前を撃つ。剣をつける。待っていたぞ。お前を倒し、お前を超える。引かせてもらおう。今は始末と左近を分断できれば十分だ。乱れ雷霧。あいつまだ余裕があるな。次こそ必死にさせてみせる。家康に過ぎたる者はやっぱ強い。殿、お役に立てず、すみません。まさか、左近！左近も死に、大勢は決死と。島津全軍、今より敵本陣をかすめ撤退する。
しまず敵中突破を図るつもりか。全員迎撃せよ。殿はどうかお引き上げ。三成や島津は拙者たちが片付けますゆえ。勝利条件変更。なめるな、なめるな。この戦、もはやこれまで。武士の危険、生きて再起を図るのだ。わかった。俺のために散っていった者らのためにも。敗北条件変更。ちょ待てよ、頭でっかち逃げんじゃねえ。三成のために散った。俺も叔父上のためなら。どけ、俺と三成の喧嘩の邪魔すんな。何すんだよ。奴を殴るのは俺じゃねえとダメなんだよ。これが鬼島津の本領か。強者に貨幣で挑むはかえって礼を欠くもの。開門。叔父上さえ生きていれば島津は勝てる。そのために俺ができる戦前のこととは。ない橋を、まさか島津の武具を見せつけるために。島津手ごわしと徳川に思わせることで島津を生き残らせようとしているのか。任せよ、任せよ、任せよ。あっぱれ、我らも続け。島津の恐ろしさ天下に示せたか。吉川が引いた砦から戦場を抜けるぞ。はい、でも気をつけてください。きっとあいつはまた俺たちの前に現れます。惚れ込んだものよな。そうだ、鋭い攻撃士よ。お前にふさわしい。しません、皆さん徳川の家訓、ここに立つ。叔父上、あいつの相手は俺しかいない。ここは捨てかまりよう。勝利条件変更。やめるな、やめるな。叔父上が死んだら島津の負け。俺は島津が勝つためなら。分かった、頼んだぞ豊久。叔父上、井伊直政は命がけで戦わないと倒せない男なんだ。この程度の傷、なんでもない。俺は太平のため最善を尽くす。